日本福祉大学の学生が企画した認知症の啓発イベントが東海市内で開かれました。日本福祉大学の地域研究プロジェクトに所属する学生7人が5日、スッキリスイーツ作りを初めて東海市内で開きました。参加した学生7人は地域の団体と連携しながら学んでいく地域研究プロジェクトという授業の一環で認知症啓発について学んでいます。会場となったケアラーズカフェは認知症の家族が気軽に相談できる場所で、地域の人が足を運べるようにと毎週日曜日にさまざまなイベントが開かれています。この日は生活の中の身近な食をテーマにプロジェクターを使いながら認知症についての知識を伝えました。また体に良いとされる酢を使ったケーキ作りが行われました。訪れた人たちは興味津々といった様子で酢のスイーツを味わっていました。お酢の、効果が、どんなものかというのも知っていただきましたし、もう日常生活の中でも使ってみたいという声も聞けてとても嬉しかったです。こういう単に授業をするのではなく、イベント啓発活動を通してやってみると、地域のつながりやもっと認知症についての知識が広まると思って、またイベントも啓発活動もやっていきたいと思います。